写真拡大。全国高校野球選手権神奈川大会は25日、神奈川横浜スタジアムで準々決勝が行われ、第2試合では、相模原が横浜を8対6で下し、4強入りを決めた。横浜に5点を先行された相模原は、7回に3四球に4本の長打を絡め、一挙5点を奪って追いついた。8回に横浜が6点目を入れて勝ち越すと、その裏、7回から登板した横浜のドラフト候補左腕、及川正孝投手、3年を攻め、必死1、2塁から4番、中野夏夫内野手、3年が右翼に弾き返す、2.2 塁打で逆転。さらに1点を加え、最終回も無視1、2塁から無失点に抑え、逃げ切った。横浜は、4年連続の夏の甲子園出場はならなかった。